できました。プツ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 こう音を今上げていた。サワディカボン、はい、ピッサル TV です。今日はですね、コメント欄からリクエストがございましたんで、カオマンガイを作っていきたいと思います。カオマンガイね、こうパッと見るとすごく材料が多く見えるんですけど、3つの工程がありますんで、3つの工程ですね。まず1つ目は、鶏を炊きます。こちらのグループですね。こちらがご飯を生米ですね、炒めて炊飯器で炊きます。こちらがソースですね、カオマンガイの。この3つの工程で作っていきたいと思います。まずですね、この鶏を炊くやつですね、骨付きの、鶏肉ですね。こちらですね、ガラともも肉、あと手羽元と手羽先がひっついた分ですね、この3つがあります。あとニンニクとパクチーの根も一緒に炊きます。まあ、下味をね、少しつけますんで、お塩ですね、あと胡椒、この3つで、圧力鍋で炊いていきます。はい、これが1つ目の工程ですね。2つ目の工程ですね、これジャスミンライスの生ですね、ジャスミンライス生米です。こちらですね、鶏の皮なんですけど、ここから油を出します。この油でご飯を炒めるんで、低温でね、フライパンで炒めることで油がいっぱい出ますんで、これをチー油と言います。チー油、チー油でご飯を炒めて炊飯器で炊いていきます。はい、こちら材料のですね、はい、お塩と胡椒、砂糖ですね、はい、あとニンニクと生姜を一緒に入れて炊きますので、はい、こちらが、ご飯の工程ですね。で、ソースの工程です。こちらソースが、このちょっとね、これ見たことない方もいるんですけどね、これタオチオと言います。タオチオ、ね、豆のペーストです。もしこれが手に入らなければ、日本の白味噌とか田舎味噌で代用してもいいかなと思います。はい、次はですね、タイの醤油です。はい、これが初登場かな、タイのお酢ですね、タイのお酢です。はい、マナーオです。タイレモンですね、ニンニクと生姜とタイの唐辛子、プリッキーヌですね、この3つで、ソースを、こちらがソースのグループですね。この3つの工程で今日は作っていきたいと思いますので、それでは調理の方を始めていきたいと思います。はい、それでは鶏肉を炊いていきます。はい、圧力鍋ですね、お水が 1500cc 入ってます。ももが入りました。手羽ですね、手羽の手羽元と手羽先がひっついたものです。これ出し取りでね、あのガラを入れていきます。はい、これぐらいですね。あとパクチーのね、ニンニクですね、これ少し叩いてます。クロックで、あの石臼でね、軽く叩いてます。パクチーの根が 1,2,3,4 本ですね。ニンニクが1かけ入ってます。はい、あと下味ですね、塩です、小さじ 1/2 です。はい、と胡椒ですね、胡椒、これも小さじ 1/2 です。はい、これが入りました。ちょっと軽く混ぜて、はい、それではこれで炊いていきます。はい、カオマンガイの鶏肉ができました。これだいたい圧力鍋で、5分火をかけました。それで、圧が抜けるまでずっとだいたい10分ぐらいかな、放置してた状態です。すごいプリプリにできてますね。はい、それではご飯の工程に入っていきたいと思います。まず鶏皮からね、油を出していきます。だいたい鶏皮6枚ぐらいを今テフロンのフライパンに広げてます。これね、結構油がバチ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 飛ぶんで、家庭でやるときはね、あの蓋をしていただければいいかなと思います。あ、 OK ですね。はい、チーが取れました。はい、それではチーが取れましたんでね、炒めていきたいと思います。これ先ほど取れたチー油ですね。で、大さじ2杯ぐらい入れてます。ちょっとね、スープからも鶏の脂が出てるんで、様子を見ながら入れていきますね。はい、チー油です。
はい、ニンニクですね。これみじん切りしたものを2片ですね。はい、生米が入ります。はい、生米ですね。こちら生米2合ですね。タイ米です。結構ね、しっかりめに炒めますんで、まあ、時間的に言うと5分、6分ぐらいは炒めます。香ばしくなってきてね、美味しいんで。はい、それでは調味料を入れていきますね。まずお塩ですね。お塩、小さじ2分の1です。はい、続いて胡椒ですね。胡椒も小さじ2分の1。ダマにならないようにまんべんなく混ぜてください。はい、砂糖です。砂糖は小さじ 1ですね。小さじ1杯です。プツ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 こう音を今上げていたんですね。これぐらいまでは最低やっぱりね炒めていかないと美味しいカオマンガイがねできない。ね、プツプツプツ出てきましたね。はい、これぐらいでいいかな。はい、炒め終わりました。どうぞ。はい、それではね、これ炒めたご飯ですね、炊飯器の中に入れていきます。あー、すごい匂いしたね。はい、2合分ですね。で、先ほど、鶏肉を炊いたスープ、こちらを入れます。これね、白ご飯を普通に炊く2合分でいいです。スープを2合の線のところまでそれで OK です。スープがご飯炊くのと一緒ですね。2合分入りました。そして生姜を入れます。はい、 OK です。これで炊飯器で炊いていきます。はい、それではカオマンガイのソースを作っていきたいと思います。こちら石臼ですね。石臼の中に今ニンニクが、2かけ、タイの唐辛子が入ってますね。あとこちらに生姜を 20g ザクザクっと切ったやつですね。皮をむいて使ってます。で、叩いていきますね。あー、いいぐらいですね。はい、これぐらいですね。はい、それではタオチオ、タイのね豆ペーストを入れていきます。こちらですね。はい、大さじ3杯入ります。このようにね豆が入ってます。はい、こちらが大さじ3杯入ります。はい、はい、OK です。続いてですね、こちらタイのお酢ですね。お酢が入ります。こちらが小さじ2杯です。小さじ2杯入れてください。はい、よく混ぜてください。はい、続いてタイの醤油ですね。スイカオです。こちらも小さじ2杯です。小さじ2杯入れてください。はい、続いてタイのレモンですね。マナオですね。こちらだいたい1個半ですね。1個半入れますけど、お好みで入れてください。はい、お水です。お水が2杯からだいたい大さじ2杯から3杯入れてください。お好みです。それでは盛り付けて食べていきましょう。カオマンガイできました。テクサスサイバランマ、ちょっとね、美味しそう。これやっぱりね、骨付きで作るってことが結構大事ですね。骨付きで作ってない方がほとんどなんで、世の中に出てるレシピは。で、タイは本当はもう骨付きでやるのが当たり前だし、鶏丸1匹で炊いたりするのが当たり前です。はい、それではちょっと味見していきますね。これ今日作ったソースですね。これね、もしよかったらこのスイーダムですね、ブラックソイソース、こちらを入れて作ってもらってもいいです。どちらでも結構です、ね、うわー、美味しそうだなこれ。ちょっと見てみましょうね、これ。あ
本番外、ああいい感じで火入ってますわ。これあっちでねえ、うん、うまい、うん、ソースもつけてね。それでは今日はカオマンガイをご紹介させていただきました。ありがとうございました。